ス、コチンチンデニス。あー、どっちだ。こっちもあったぞ。あ、僕バキバキ童貞ですね。僕バキバキ童貞ですね。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 どうも、バキ童です。性病は植物の学名クイズ。はい。性病は植物。植物の学名のクイズです。はい、このオアシリーズ。はい。最新作。うん。時々ね、ありますね。コミックエロオアスピッツ名企画。うん。うん、ロリババオは金さん銀さん。うん。そうですね。僕もちょっと、ロリババオは金さん銀さんみたいなことをやりたいと思って。そこで燃えたんだ。何ができるかなと思いました。はい。自分には何ができるか。でもね、いい組織というか、チーム同士で切磋琢磨。対してクロファンさんの持ち込み企画ですよね。そうですね。まあバキ童チャンネル、まあ、梅毒の動画とかもありましたけど、そうですね。病に関して今ね、私たち警鐘を上げてますから、はい、俺が言うとにかかるぞっていう、これ言ったら怒られたんだね。バキ童にかかるぞって。うん。行為しなくてもかかるからさ。はい。そういうのもちゃんとやっていきたい。はい、そういうのもありますんで、まあ、その性病の、まあ、病原体ですね。病原体の名前と、はい、あと僕が大学で木材とか植物とかの研究をしてまして。はぁはぁ。そうなんですね。はい。なんで、そこでなんか授業受けたときに、うん、植物の学名かっこいいなと思って。うん。へぇー。学名か。はい。で、性病の病原体もかっこよかったんですよ。はぁはぁはぁ。あ、これは意外とわかんないんじゃないかな。はぁおもろそんな。じゃあ、性病の授業にもなるし、はい、うん、ファンさんとしては、自分の今まで学んできたことも吐き出せるし、うん、ちょうどいいクイズなんですね。まあ、普通にちょっとやってみたいですね。そうですね。どんな名前なんだろう。クイズはね、最初、何これと思うけど、結構盛り上がるんで、はい、やってみましょう。ファーザス・パピスですか、ね、うん。ファーザス・パピス。かっこいい、せーの、性病。あら、ああ、割れた。パビスが、かなりペニスに近い。はい、そのペニスの余韻だけ残してきてるんで、はい、ぐらいしかないんだけど、正直。はい。これに関して言えば。うん、僕はなんか、キノコっぽい感じかな。まあまあ、キノコがまあ、苔みたいな感じの名前かなって、なんとなく、そのピーが2回続いて、なんでしょうね。ちょっとふにゃふにゃっとじめっとした感じ。難しい問題だ。確かに、ね。いや、いいんじゃない。じゃあ、ちょっとやってみましょう。はい。正解は、性病です。おぉ性病ケジラミ症のことなんですね。ケジラミ症の、まあ、原因となってる、まあ、病原体ですかね。はぁ、こういう名前でございます。なるほど、なるほど。ケジラミって聞くと、ちょっとなんか、うん、なんか、ちょっとバカにしちゃうけど、病原菌の名前聞くと、ちょっとやっぱ、怖いなって思っちゃう。うん、そうですね。確かに、確かに。ドキッとしちゃう、ね。パビスが。あるよ。うん。ファ、ね、ーザス・ムーン。ちょっとね、チジラミ症ともちょっと似てる。うん、いや、ほんとにこれ、ね、さっきより、もろにだって、名残が残ってる。ピーナス、ペニスはね、ピーナスって本当に言いますから、うん、そのピーナスにかなり近いから。そうね、ピーナスママみたいなことだね。ピーナスママ。正解は、植物です。梅？梅です。ピーナスママなんだね、植物。ピーナスママ。プラムとかに近い感じですかね。あ、プラム、確かに。プラム。これ学名が、こうなんですね。梅ってこんな長いんだ、学名ってね。面白いですね。はい、これ、なタイなんですかね。これは、読み方なんかわかんないよね。トレポネマパルダム。せーの、植物。あら、ああ。ありました。あれ、なんか。いや、俺はあるのよ。ああ。トレポネーマってなんか病原菌だって気して。ええー。トレポネーマ菌みたいな、なんか聞いたことがあるのよ。はいはいはい。じゃないかなと。なんか性病の名前に近いんじゃないかなって。ああ。うん。僕なんか多分パリダム属みたいなのが植物の区分けであって、その一種みたいなことかなと思って。正解は、性病。ああ、しかも梅毒。ああ、そうです。トレポネーマ菌ですもんね。トレポネーマ菌っていう。あ、へえ。俺なんか梅毒詳しいんだよ。詳しくないと。そう、いっぱい聞いたから前の動画で。はいはいはい。
梅と梅毒は全然違うという。確かに本当だ、全然ヒントにならないですね。梅毒って、まあすごいね、その日本語の梅毒っていうのはやっぱちょっとすごいよね。ドキッと怖いな、ゾッとする。ナイジェリア語の葬儀、このロ全く読めないですね、後半の、ゴノロイエーみたいな。まあいきますか、はい、せーの、性病。ナイジェリア、うん、からまあ始まった。ナイジェリアで見つかったナイジェリアの木の可能性もあるけど、うん、お願いします。正解は性病です。おお、うん、林質、林質、林病のことですか。まあそうですね。ああ、へえ、寂しい病と書いて林病ですよね。ああ、ナイジェリアからなのかな、かもしれないですね。なんでナイジェリアなんでしょうね。うん、ナイセリアで、はい、発見した博士の名前がナイセリア博士。ああ、だからナイセリア。なるほどなるほど。なるほど。そっか、博士の名前つくんだ、病気の名前にも。エロ機嫌クイズをやってる人だけありますね。ラクエンさんはこのバキドスタッフのこのバチボノボロなクイズを持ってる。何なんですか？エロ機嫌クイズ。そうですね、歴史の。そうですね。なるほど、ナイジェリアじゃなかったですね。うん。待って待って待って。はあ、だから人名かもって覚えればよかったんだ。うん。オッケーです、オッケーです。グループ B ストレプトコチですかね。変な名前。グループ B ストレプトコチ。変な名前。うん、これ性病でもなんでもなさそうだね。ね、植物でもなんでもなさそう。そうです。めちゃめちゃね、ワールドカップとか。そう、ワールドカップじゃん。出場するというか、クロアチアのその選手みたいなさ。ああ、うん、なんとかっち。ストレプコッチ。うん。クロアチアじゃない？クロアチア。ストレプコッチ。人の名前。人名。人名、人名が、あの、性病かな？そうですね、植物でなんか B がどうこうとかは言わなそうだなと思って、せめて性病。逆にだから A があるってことだ、これグループ A が。ああ、そっかそっか。いや、逆にだから俺は植物であると思います。性病ってそんな種類ないけど、うん、植物って、はい。いろいろある。ああ、まあまあ、そうですね。その、例えばアローラの姿みたいな。はい、この猫の姿というか。うん。今作何でしたっけ？パルデア。パルデアか。パルデアの姿みたいな、うん、なんかそういう、うん、地方によって地方によって違う、うん、みたいなことだと思います、これ。うん、嘘八、嘘キの姿が違うみたいな。ポケモンやったばっかりなんでね。はい、植物。正解はうわー、性病。うん、非隣近性尿道炎、さっきの隣じゃない尿道炎。あー、非隣近、そっか、はい、隣じゃない理由で尿道炎になってますよっていう。めちゃめちゃ変な名前ですね。面白いな。気をつけましょうね。ムーサスペシャル。ムーサスペシャルでしょ。うん。これ植物だ。そうね。体操の新技みたいな。ムーサスペシャル。確かにスペシャルじゃないのがあるのかな。ああ、なるほど。性病だ、これ。え？その、はい、いろんな梅毒とか、はい、その淋病とか、うん、いろんな。まあ、バッドステラスあるじゃないですか。うん。状態異常みたいな。あ、全部かかる。はい、おぉ、性病スペシャルみたいなこと。はいはい。大体、かゆ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 、変な色、変な色、みたいな。うん。全部スペシャル。うん。全員集合。なるほど。スペシャルみたいなこと。正解は、植物です。バナナ。バナナバナナこんな名前なんだ。はい。だから SP はのスピーシーズ。種。はぁ、種。種族とかの種。あー、はい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 。特徴かなと思います。なるほど、なるほど。うわ、全然違いますね。そっか、植物、学名で言うと、バナナじゃなくて、そんな名前があるんだ。わ、これは面白いなぁ、ね。出してみたくなりますね、このクイズね。うん。皆さん、明日出してほしい、そんな。これ植物でしょ、それとも性病でしょ。クイズ出してもらって、ね。友達と出し合って。ね。ヒエラスピーシーズ。ああ、スピーシーズ。でもスピーシーズだから。うん。で、植物。ねえ、ちょっとこれを。うん、名残が残っちゃってね。ハンさんやっちゃったかな。スピーシーズは植物だろうが。正解は、おー、ああ、セリオ、あ、セキリ。そうですね、最近性セキリ。はあ、手のひらで落とされた。スピーシーズがそうか、別に種族だから、まあ、そうか、別に植物限らないんだ。あ、菌の方もそういう多分言い方をするするとかね。まあ似てるんだ。あ、トリコモナス、バニナリス。
お、いやいやいや、これは、あれ、うん、バギナリスだよ。完全に。そう、バギナを元にしたポケモン。バギナポケモンですよね。フェアリータイプ。これはまあまあ、もう。バギナタイプ。うん。水タイプ、水フェアリー。ミストフェアリー。塩水とかも使ってた。塩吹きとか使ってるタイプのやつ。うん。せーの。性病。性病です。さすがに、あ、まんまだ。うん。トリコモナス。トリコモナス。確かに。トリコモナスもなんかたまに聞くな。はい、ね。うんうん。でもそのまま。はい。バギナリスト。ああ。なるほどね。バギナのことをバギナリスっていうのかな。うん。学名って。ラテン語でしょ、学名って。ああ、そっか。そうですね。そのまま勉強になって、ラテン人に対して、ちつって言いたいなと思ったら、うん、バギナリス。ラテンのやつ。クリトリア・ターナリティですかね。クリトリア・ターナリエル。でもかなり、もう最初でね、ちょっと、ぐっと掴まれるとこがあります。クリトリスポケモン。そうですよね。クリトリア。そうですよね。クリポケモン。でもだっていい。L。サイズかな、L。クリトリスのサイズ。もう、大きく腫れちゃうよってことかな。L サイズに腫れちゃう。でも、ファンさんわかんないんだけど、ほんとその、はい、さっきその、スピーシーズでやって、はい、困られてきたじゃないですか。はいはい、俺たちをたぶらかしてきたんで、はい、その、性病っぽい、いかにも性病だけど植物みたいなことなんじゃないかって気もするんですよ、俺は。あでも、そこまで読んだ上で、はい、普通の性病じゃないけど、俺とファンさんの知恵比べというか、東大王との。はい。いやこれ楽しいね。どっちだ L ってのがやっぱ意味わかんないから。L、そうですね。前はスペシャル、前は SP ドットでスペシャルの略だったから、ドットが多分、なんか略して L。L が、なんだろう。ラブとか。ラブ。ラブの略で、が性病だ。ラブだったら性病。性病、性病。正解は、植物です。くそいろいろ深読みして。超豆。超豆。豆。でも豆ですよ。これ、確かに。そっちから来てダブルミーニングじゃん。うんうんうん。俗名はギリシャ語で、輪郭の意で、鼻の形状が女性の背に似ていることから由来する。すげえあはぁまさにそうなんだ。超豆の画像。あこれあこれを、学名、エロ、こっから学名を、それにする人。これ、女、女性の、あそこじゃんって言って、それ学名にするやつ、エロ確かに。で、目立つとこそこだもんな、クリトリアの部分が。いや、これはすごいですね。あ、ほんとですね、そのクリトリアの部分が超豆族。あ、もうクリトリア関係ないんかい。っていう、まあでも、多分、超豆族自体、がみんなこれなんだ。ああ、じゃあやっぱクリトリア。やっぱじゃあそっから来てんだ。ああ。うわ、それずるいよなそのエッジ用語から来てる職人さんって。すごいクイズだな、これは。結局面白いね、やっぱ。いいですね。パーガス、コチンチンネンシス。アスパラガス、コチンチンネンシス。ああ、どっちだこっちもあったぞ。アスパラガスとコチンチンがあった。そうっすね。コチンチン。面白いなぁ。アスパラガスの時で植物すぎない？うん。コチンチン。確かにそのコチンチン。で、まあ、チンチンを聞いたら、あとアスパラガスだったら、まあそれも、だって、はい、チンチンのことをアスパラガスって言ってる可能性。はいはい。そうだよね。確かにこれはどっちだ？うわぁ、これむず。コチンチンです。メルル。メルルも入ってきた。でもアスパラガスを学名に使うかなって気がするんですよ。はい、病気だとして。いや違う違う、植物のあれで、はい、アスパラガス。そっか、そのままとしたらアスパラガスすぎるというか。ああ、確か学名とね、実際の呼ぶ名前が一緒になってる。そう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 。でも性病なんじゃないかなっていうことで、だったらコチンチンネスって言うかってことですよね。コチンチンって性病で言うのかっていう。はい、そう。でもクリトリカが、でも植物だったからそうか、難しいな、うん、あーもう、どつぼだね、せーの、植物、うーん、割れた、うん、割れた、正解は植物です。あー臭すぎかずら、臭すぎかずら、近いじゃん、こちんちんで近いじゃん、こちんちんで近いじゃん、臭すぎかずら、臭すぎ、そうなんだ、そんな
かわいそうな名前があるんですね。全部かわいそうですもん、そのね、はい、名前もさ、ね、学名も、普通の名前もかわいそうでさ、コチンチン熱が減って、くさすぎだしさ、へぇ、まあ、偶然コチンチンだったみたいなんですけど、はい、偶然なんだ。草杉カズダは、草と、植物の杉なんで。はいはい、ああ草さではないですね。なるほど、なるほど。草と杉を草杉。誠に遺憾です。非常に面白いクイズでしたね。ああ。なんだこれとは思いましたけども。そうですね。さすがですね。近いんだな、植物と。いや、ほんとですね。これほんと明日言えそうな。私行ってみてください、ぜひね。うん。ね、クリトリア。今日のクリトリアのやつとかね。うん。いや、クリトリスだからさ、みたいな。うん。いいっすね。いや、これはぜひやってみてください。そうですね、これは。またもっと、ね、学問と、ね、性病の、ちょっと紐解けるところありそうですね。確かに。意外と調べてみたら、その学問の方も結構、ね、エロい言葉も多かったっていう。本当そうですね。びっくりした、クリトリアは。面白いな、そういうのもあるしね。毎回性病のところに多分こうテロップ入れてもらって、はい、性病の啓蒙にもなるという。ね、そうね。そういう性教育の。うん、チャンネルとしての、うん、たたずまいも忘れずに、そうですね、やっていきましょう。特性病には気をつけて、うん、ありがとうございました。俺の名前はバキバキ童貞、今になる動画界の皇帝、いじめられて走った皇帝、フルチンで踊るチンケな道家、フリーターの時回答インタビュー、ひねり出したパンチライン一発、人生はたちまち豹変、俺の名前はバキバキ童貞。